もう一回ちょっとすいませんけど、はい、では由識についてお話をさせていただきます。仏教では我々の心をですね、大きくこの8つに分けて教えられております。まあ、これを八識と言います。8つの心、実は我々の心といったら一つではないんだと、大きく分けたら8つになると教えられます。で、心の仕組みをですね、詳しく教えたのが、これ仏教の、基礎学と言われます有意識学という、学問であります。まあ、これはですね、日本古来ですね、中国から仏教に伝わってきて、いろんな宗派ができましたけども、あらゆる宗派の人がまず学ばねばならない教えが実はこの有意識学なんです。これは仏教の基礎学と言われて、昔のこの高僧たちもですね、まずこれを学んで、仏教の基礎を学んで、それぞれ自分の学びたい教えをそれぞれ学んでいたんですね。で、これが分からずしては仏教の基礎は分かりませんし、仏教のこの全体をつかむことはできません。まず心とは一体どういう仕組みをしているか、それをまずですね、知る必要がある。それを知らずしては苦しみから離れることはできない、苦しみをですねなくしていくことはできないと、こう教えられます。まあ、そこでこの心というものをですね、大きくまず8つに分けて教えられます。原意識、二識、美識、絶識、真識、意識、真識、荒屋式、これを八式と言います。簡単にですね、どういう頃かまず説明いたしますと、まずこれ式と言いますのは、これはですね、心を言います。我々の普通一般の私たちの心を仏教では式と言います。まず最初が原式、これは目の心ですね。色や形を判断する心、これが目の心です。で、私たちはあるものを見たときに色や形を見て判断いたします。それをですね、この意識に送り込んで、そして意識で、いろいろですね、判断する、何色だというふうにですね統率していくんです。実はこの原意識、これはですね、ただ見たものをそのままですね意識に伝えるだけなんです。あとで言いますけども、この意識がですね、この5つの前の感覚の心を全て統率するのが意識なんです。まず原意識は見たものをそのまま意識に伝える。意識は大体この脳のあたりに感じられますから、このあたりに皆さんならば意識を感じられると思います。まあ、場所ではないんですけどね、一応漢字としては意識といったらこの上の、頭のあたりですね、そこに私たちは意識があると思っております。まず目の心、そして二識、これは耳の心ですね。音とか声を聞きました。それをですね、意識に伝えて、でどんな声か音かを判断する。これも音を、伝えるだけですけどね。で、鼻識、これは鼻の心、いわゆる匂いですね。匂いを判断する心、匂いを、判断して、それをそのまま、意識に伝える。そうしたらもう忘れてしまいます。我々が覚えているのはこの意識の働きなんです。我々が記憶しているのはですね、この意識の働きですね。この前の心まで5つありますけども、これは、記憶することはできないです。意識に伝えた後、それを私たちは総合的に判断する。判断を下すのはこの意識の働きです。で、舌識、これも舌の心で味を、判断する。どんな味かをですね、見極める。この舌なんかはですね、場所によってこの感じる味が違うらしいですね。辛さとか甘さとか場所によって決まるそうですけど、
それを感じて意識に伝え、そしてどんな味かを判断していく。まあ、これも伝えたらそのまますぐ忘れてしまいます。そして心識、これは体の心で、この硬いとか柔らかいとか熱いとか冷たいとか、まあ、そういう体で感じる感覚、まあ、これを心識と言います。でこれら、5つの心をですね、前五識とこういうふうに言います。前五識、前の5つの心ということで、前五識とこう有識学では言います。まあ、前の5つの心と言いますから、意識の前の5つの心と、まあ、こう言ってもいいですけども、まあ、この5つの心、これで私たちは世界のあらゆる情報を、取り込みます。いわゆる環境の、まあ、最前線にある心、これがこの前五識なんですね。これなくして私たちは世界から、周りからの情報を、受け取ることができませんので、まずこれが環境の最前線にありますから前五識。しかしこれらの5つはですね、これだけではいろいろ動くことはできないんです。でこれらをですね、統率している心が意識であります。まあ、あと真識、あら識あるんですけども、この8つの中で一番広い働き、あらゆる働きをする、そして一番働きが大きい、一番ね頑張っている心が意識でありますから、我々は自分と言ったら意識だとほとんどの人は思っております。あの仏教で大きくね、清浄仏教と大乗仏教という教えがあるんですね。小さな乗り物の仏教と大きな乗り物の仏教というふうに分け方することがあるんですけども、それはですね、この清浄仏教といったらですね、この意識までを説いてるんです。でこの前五識と意識はですね、誰が聞いてもね実感できるんです。ただここまでを説いたのが、まあ、上座部仏教とかね、南方の、まあ、ミャンマーとかタイとかね、言われてる仏教はここまでしか説かないんです。でも大乗仏教という場合はですね、大きな乗り物とありますように、この全ての人を救うというね、非常に願いを、高い願いを持った、素晴らしい願いを持った仏教だと言われて、それはですね、この我々がまだ自覚できない、普通の人は自覚してない、教えを深く学んでいけば知らされてくる真識、あらや識、これが実は皆さんの本当の心であるということを実は教えていくんです。このあと真識、あらや識、これが意識の底にある本当の皆さんであると。でこれを自覚させるために実は大乗仏教があると、まあ、こう言ってもいいんですね。で普通は意識までしか私たちは認識はできません。まあ、しかしこれ大事ですので、この意識というものをですね、正しく働かせないと幸せにはなれませんし、意識を正しくですね働かせることによって、今まで気づかなかった本当の自分、真識、あらや識という本当の自分が分かるんだと教えられます。で仏教ではですね、この前五識、意識は人間に生まれた時に出来上がりました。ところが命を終えますと、残念ながら前五識は死にますし、意識も死んでしまいます。しかし本当の皆さんは真識、あらや識ですから、これは実は生まれる前からも残り、死んだ後も残る、相続する、これがいわば不滅の生命というか、これが本当の私なんです。またこれに気づかせていくのが仏教でもあるんですね。でまずこの前後意識をまず正しく理解することなんですけども、この意識といった場合はですね、まあ、たくさんの働きがあります。話すればねもうきりないんですけども、まあ、簡単に意識の働きを言うならば、この前五識からの情報を総合的に全部受け止めて、それを、ね、情報を全部キャッチして、それをもとにしてさまざまに判断を下していく、そして入ってきた情報を全部記憶してるんですね。
そしていろいろ私たちは生活をしていく。でまだですね、夢を見る、この夢についてはちょっと西洋心理学理解が違いますけどね、こう夢というのは実は意識の働きなんです。まあ、これについてもね、一応仏教で教えてますけどもね、夢というのはこれは意識の乱舞と言われて、この浅い眠りの時に夢を見ます。だから深い熟睡状態に入った時は夢を見ることはないんです。また今話しますけどね、この意識だけでは私たちの心の状態を実は説明はできないんです。今から言うこのマナ式アラヤ式という心がなければ、我々の生存というものは実は説明できないことがあります。じゃあこの意識の底にある、ね、心とは何かといったら、七つ目をマナ式と言います。まあ、これはインドの言葉のマナをですね、あえて翻訳せずにマナと言っています。アラヤ式もですね、インドの言葉サンスクリット語をそのまま翻訳せずにアラヤと使っています。意味合いがあってね、あえて訳さなかった理由が実はあるんですけどね、訳したら意味がですね限定されるので、あえて仏教ではこの翻訳をせずにですね、そのまま当て字、インドのマナとかアラヤという言葉をそのまま漢字に当てはめて、使うようなことが仏教ではよくあるんです。じゃあマナ式とは何だと言ったらですね、あえて翻訳いたしますと、これは思うという心なんですね。実は意味から言ったら意識の意と同じなんです。思う心、マナはこれはですね、翻訳すると資料式、意識と言ってもいいし資料式と言ってもいいですね。意識と訳したらこの6番目の意識と同じになるんで、あえてこうマナという言葉を使ったんです。思い測る心、資料式とマナ式のことを言います。これはどんな心だと言いますと、常にこのまだこの悟りを開いていないとき、まだ心が成長していないときは、我々のマナ式は常に自分のことばかりを考えていると。このマナ式をですね、皆さんに分かりやすい言葉で言いますと、自我執着心と、こう皆さん理解されたらいいですね。今日はね、難しいんですから、自我執着心、無意識レベルでですね、普段気づかないところで常に自分のことばかり、俺が俺がと自己中心的な考えを常に持っていると。それが意識に影響を与えて、私たちはですね、自己中といってね、エゴな心でいろんな人を傷つけたり、この罪を作ることがあると。まあ、これはですね、真面目に善を実践していけば、純粋に善を実践しようとするとなかなか純粋に善ができない。必ずこの見返りを期待したりね、まず自分のことを、まず自分のことばかり考えている、自分のことばかり執着している心、そういう心があることが分かります。でこのマナという言葉ですね、これ実は英語のマンと同じ語源なんです。英語ではマン、人間ですからね、人間とは考える足、マンとは実は考えるという意味です。つまり考える、資料、思い測る、常に、ね、自分のことばかり考えているんです。まあ、ところがね、まあ、この皆さんがこの教えを正しく理解して知恵を身につければ、で心がですね成長していけば、このマナ式はね、この人と私を厳しくね、この分けていた、人を差別していた心がですね、差別する心がなくなって平等の慈悲の心に転じ変わると。これが実は菩薩とか仏と言われる人たちなんですけどね。まあ、最終的にはこのマナ式の今は凡夫といってね、普通の人は自分中心の考え方しか持ってない心が、これが知恵に変わって、全てを平等に、差別なく平等に物事を見る、ね、心に変えていく。まあ、これが実は目的ではあります。実はこの8つはですね、今は式なんですけどね、これをですね、
知恵に変えていく、これが実は仏教の目的なんです。これは全ての仏教に共通した教えですね。仏教の教えはこの識を、これを知恵に変えていく。この識はまだね、心が成長していない段階、普通一般の我々は識なんですね。これを皆さんがこの教えを正しく学び、知恵を身につけていけば、識が知恵に変わっていると。物事を歪めてしか見えなかった私たちが、物事をありのままに正しく物事を見る知恵を体得していくことができると。この有意識学の目的は何ですかと聞かれたら、この漢字四字でお答えします。天、時期、徳、知と言います。これが有意識の、有意識を学ぶ目的であります。識、これ識と言ったら実はですね、これは意味から言ったら物事を二つに分けて理解する、ね、この我と他に分けて、ね、人を区別、二分法に物事を二つに分けて知るというのが実はこれ識の言葉の意味なんです。物事を二つに分けて理解していく、まあ、これが私たちの普通一般に世界を理解する方法なんです。で、ここからですね、知恵、この知という漢字はですね、物事をあるままに見る知恵、分別しない、物事をそのまま自分のね、欲目や都合入れずにあるがままに物事を、人や物事を見る働きを仏教で知と言います。そういう識をね、心が成長すると識が知に変わっていくと。この前後識、意識、真識、あらやし、これがね、それぞれ知恵に変わっていく。4つの知恵に、八識が4つの知恵に変わっていく、変えていくのが実は有意識の目的なんですね。心が成長するとあるがままに物事が見えるようになる、まあ、それぞれ実は前後識、意識ありますけどね、真識で言うと人を差別していた自我執着心が消え、物事をそのまま見る、全ての人を平等に見る、そういう平等に物事を見る知恵に変わる、これがあの仏と言われるね、人たちのことなんですね。この人を差別しない、まあ、お釈迦様のことを聞いたらね、思い出されるのは人を差別しない、まあ、そういうふうな人格になれるのは、まあ、私たちもなれるというのが仏教なんですけどね、それはこの真識が、ね、まあ、それぞれ八識が知恵に変わったからそういうふうになるんです。でも今はまだ知恵がないから、まだ、真識の段階ですけどね、まあ、これも話したらもう詳しい話で面白い話いっぱいあるんですけど、まあ、今日は時間限られてますからね、まあ、簡単に話をしておきます。そして荒屋敷、まあ、これがですね、実は本当の私、真識を荒屋敷に含めて、これが本当の私というふうに、言うことができます。この荒屋敷をこれ根本時期とも言ってね、根本の心、皆さんの本当の自分といったら、真識を荒屋敷に含めて、荒屋敷がずっと生まれる前からも死んだ後も続く、常に変化しながら変わりながら続いていく本当の皆さんですよと教えられます。アレというのはですね、これはですね、意味は蔵という意味ですね。蔵式と言いますね。ヒマラヤという言葉がありますね。ヒマラヤ、あれは雪の蔵という意味なんですね。ヒムアラヤという言葉が語源で、ヒムは雪で、アラヤが蔵だから、雪の蔵ということで、蔵のような心が本当の私であると。英語ではストアコンシャスネスとこう訳してますけどね、意識はコンシャスネス、あれは意識はストアコンシャスネスと、つまりさまざまなものを蓄えている蔵の心であるとこう言われます。このあれは意識にはですね、何が収まってるかといったら、今までの過去にやってきた行いが全部目に見えない力として収まっていると。この有識学ではですね、皆さんの運命は、ね、神が与えたものでもなければ、まあ、偶然に、ね、
やってくるものでもない。全ては皆さんが過去にやってきた行いが全部荒屋敷に蓄えられて、それに縁が触れて、さまざまな私たちはこの苦しみを感じたり幸せを感じたり、この皆さんが見える世界は皆さんの心が生み出したものであると、だから有意識と言いますね。見える世界は全部ただ心のみという言い方しまして、心が苦しみを生み出し、また心が幸せを生み出す、その根本の心を仏教では荒屋敷と言います。蔵のような心で、私たちこれ心ですからね、行いをするんですね。で、行いといってもね、体の行いだけじゃなくて、私たちはですね、この行いを大きく3つに分けて教えられます。私たちはこの昔から今日までね、またこの人生においても、体の行い、これ仏教で心業と言いますね。口の行い、苦業と言います。心の行い、異業と言います。仏教では我々の行いを3つに分けますね。体の行い、心業、口の行い、苦業、心の行い、異業と言います。で、業と言いますのは、これはですね、カルマと言われますね。カルマ、行いのことを仏教でカルマと言います。行い、この皆さんが今までやってきた行い、この前後式と、そして意識と、そしてマナ式、この7つの心が常に心で業を作っていると言われます。まあ実際心業はこの心から現れた体や口ですけどね。心が口や体を動かします。で、仏教では特にこの心の行いを重視します。この世ではね、何を思っても裁判とか警察はね、取り締まることはしませんけど、仏教では思ったことは全部荒屋敷という蔵の中に業として収まって、目に見えない力として荒屋敷に蓄えられて、それが縁を待ってさまざまな運命が展開すると。だから仏教ではどんな場合でもこの苦しみと感じたならば自分のまいた種まきですよと、まあ、これを自業自得と言いますけどもね。今まで過去にやってきた行いが全部荒屋敷に収まり、この、まあ、目に見える行い、目に見えない行いありますけどね、これ行った瞬間に、この業はですね、瞬間に、それぞれ業習字といって、この業習字というですね、業の種となって、荒屋敷に収まると言われますね。これあえて習字と言います。普通は種子ですけどね、植物の種に例えるんです。で、種子と読んだら植物と同じになってしまうので、あえて仏教では習字という読み方をして、目に見えない力、我々のやった行いは全て目に見えない業習字として荒屋敷にどんどん収まっていくと、こう教えられます。で、どんどんこの荒屋敷は、これは形ありませんけどね、いくらでも入るんです。過去にやってきた行い全部、だ、生まれる前からも引き継いでおります。生まれながらのね、いろんな差別がありますわね。このように運命は平等じゃないです。運命違いがありますわね。これも全部過去の行いでもあるし、また根性で作った行い、これ全部ですね、それぞれ、行いによって、行為によって、ね、運命が決まる。行為、だ、過去の経験が荒屋敷に全部収まっております。で、これが目に見えない力となって荒屋敷に収まっている。でもこれは目に見えないからですね、あるかどうか分かりませんが、しかしですね、この業習字が存在する、カルマが存在することをですね、昔の人はこういう歌で表しました。
一休というね、有名な僧侶がいますけどね、この方が、こういう歌でね、我々の、業があること、業習字が存在することをですね、歌で表しています。年ごとに咲くや吉野の山桜、木を割りてみよ花のありかは、まあ、こういう歌で表すんですね。まあ、今ちょうど桜の季節ですけどね、年ごとに、まあ、毎年ですね、春になると桜の花が、ね、咲き乱れま す, です、ね、ある人がですね、疑問を持ったんです。あんな綺麗な桜はどこに隠れていたんだろうかと、こう思いまして、吉野の山桜、吉野とはこれ非常にね、たくさんの桜が咲いているね、山ですね。その山桜に冬に行きました。冬に行って、ね、木の中をですね、木を割って花のある場所を探したんですね。ところが木を切ってもですね、桜の花は見つからなかったんです。当たり前ですわね。しかし見つからないけども、この木の中に目に見えない力、花を咲かせるエネルギーが木の中にあるからこそ、ね、春という縁によって花が咲くんです。これを仏教では縁起と言いますね。縁起。仏教ではこの全ての現象、心も体も大宇宙全部ですね、縁起と言います。まあ、これ皆さん知っておいてくださいね。縁起という言葉ね、よく使いますけど、正しい意味ですね。縁起。この世は全て縁起であると。意味はですね、因縁生起、因と縁が合わさって結果というものが起きるんだと。この世のありとあらゆる現象、皆さんの心もですね、運命も全部因縁和合をして、因縁が和し、ね、合わさってさまざまな運命が生まれ起きると、こう言われます。今目に見える展開している現象も、私の幸せも苦しみも、ね、いろんな現象がありますけど、全て必ず因と縁が合わさります。しかも因は一つでも縁はたくさんあります。ただややこしくなりますけどね、因といったらこれは直接原因です。縁といったら間接原因で、条件といってもいいですね。この世の全ての現象は因に縁が合わさって、因に縁がこれ和合と言います。結びついて結果が起きると。これが実は大宇宙の真理なんです。これ非常に今の科学でもね、認められつつある真理ですね。因は直接原因。例えばお米で言いますと、もみ種ね、もみ種、まあこの桜ならば桜の花を咲かせる力なんですけどね、お米ならばもみ種が、原因で、で、温度とか肥料とか、ね、湿度とか、ね、労力とか、さまざまな縁が結びついて結果が起きると。まあ、これが縁起と言われます。桜の花が咲いたような結果ですけどね、この桜の花を咲いたという原因は、木の中に花を咲かせる習字として目に見えない力があったんです。まあ、これは心でありませんけどね、桜植物の場合は花を咲かせる生きた桜であれば力があるんです。もし木の根っこがなかったら、春が来ても花が咲くことはありません。しかし、ね、生きている木であれば、ね、春という陽気が
縁となって花が咲きます。まあ、このように陰と縁が合わさっていろんな現象が起きる、いろんなあらゆる運命が展開するのは陰と縁の結びついた結果なんです。でこれはね、陰だけでも結果起きないし縁だけでも結果起きない。特に仏教では陰よりも縁を重視するから陰を略して縁起と言います。しかし根本原因はやっぱり自分にあるんです。仏教では今皆さんが受けている結果は過去にやってきた行いが、過去の経験ね、これが今までやってきた行いが習字として荒屋敷に残り、それにさまざまな縁が結びついていろんなこの苦しみ幸せが生み出されていると、こういうふうに教えられます。ここがちょっと心の世界とちょっと現実世界ちょっと分けねばならないところあるんですけども、一応この心の世界における因果の道理も現象世界における因果の道理、ね、2つ分けるべきなんですけども、一応あらゆる結果は因と縁の和合によると。だからどんな場合でも、ね、自業を自得であると、こういう説くんですね。自分のまいた種まきによって、苦しんだり幸せになったりすると、まずこれが仏教の教えなんですね。まずここまでどうでしょうか、ご質問あれば。だいぶ前に戻ったけどね、はいはい、自分っていうものを意識するのに、はい、他人を使うじゃないですか、はい、でこれを認識するにも違うものがあるから、違いでこれが何って分かるっていう方法があると思うんですけど、はい、ものを認識するのにね、はい、それをがなくなってもそういうんじゃなくって、みんなが融合して存在するっていう話はこの辺のところであったと思うんですけど、なんて言ったらいいのか、融合するというか、なんて言ったらいいのかな、こう自分と人を分けないっていう、そうですね、このマナ式は、うん、今は分けてますね、はい、人と私を区別して差別してますけども、はい、正しい知恵が得られたら、うん、分けることによって苦しみを生み出すと。私たちは、うん、善とか悪とかですね、好きとか嫌いとか分けることによってこの嫌いな人を否定したりする、はい、分別するだけならいいんだけどもね、うん、分別した後この悪を攻撃したり、うん、ね、そういう愚かな人をバカにしたり、うん、そういう2つに分けた後、価値の高いところに自分を置いて価値の低いものを否定する、うん、ここから罪悪という悪が生み出され、うん、それが跳ね返って苦しむんですよと、うん、こういうのを実は教えるんです、はい、人を裁かないというところは分かるんですけど、はい、分けてても裁く必要もないこともあると思う。そのまま見たらいいんだけども、うん、分けた後私たちは存在価値といって、はい、どうしても存在価値にとらわれて自分をいい方に置くんですね。自分は善人だとか、うん、賢いとか、そして自分は価値があるとか、うんうん、正しいところに自分を立ってそうじゃない人を否定したくなるんですね、そういう人に対して、うん、それが跳ね返って苦しみますよと。苦しみになる、分けるだけならいいんだけど別に差別したくてもいいんですよ、うんうん、ね、まあ、それと種まきで実際、ね、愚かな人もいますよね、悪人もいます、あえて責める必要ないんです、うんうん、それを私たちはついつい自分が上に立って人を責めてしまう、人をバカにしたり、ね、侮ったりしてしまう、それが跳ね返って苦しむと。これが有意識の教えなんですね、はい、そのまま見て別に否定しなければ罪悪は消えていくんです。そのまま人を見ればいいんです。別にね、人をね、優越感でね、この競争しなくてもいいんですね、ね、そこは分かってるんですけどね、自分っていうものを意識するのに人を使わずにどうやって自分っていうものを認識できるようになるのかなっていうところは、違いがあるから自分っていうのが分かると思うんですけども、はい、その一歩先に進んだ時にその違いを
見つけないようにして自分がこういう人間だっていうことをどう認識するのかっていうところがちょっと鋭いですね。そこが知りたい。順番がありましてですね、はい、まずは私たちは、うん、ちょっと話すいますけどもね、はい、私たちは自分というものがわからないんですね、わ、うん、からないから、うん、まず私たちはですね私たち無明と言って自分というものがわからないと、わからないから私たちは仮にガーというものを実は作ったんですね、本当の自分はこの荒屋敷なんですけども、これが私たちわからないので仮にね、世界を2つに分けて、ね、このガタピシと言いまして世界を2つに分けて私たちは理解しようとしました。仏教から言うと実はね、この見えてる世界全部私なんです。このガラス越しに私たちは世界を見てまして、私たちは世界をですね、心のスクリーンを映して見ていると。実はみんな心の投影といってね、心の映像なんです。実は真実から言ったら、ちょっとピンとこないかもしれませんが、真実は心の映像を私たちは見ていると。全部見てる世界は私だと言われてもとても受け止められないんで、仮に私たちは世界をガとタに分けたんです。世界をね、自分と人に分けて理解したんですね。私ならば、私と言ったらこのガ、肉体が私、そして自分の所有物が私と。これがガですね。タは自分以外のもの。ガとタに分けて、世界を2つに分けて理解するのが我々の認識の仕方。これが識なんです。識と言ったら、二つに分けて知るという意味なんです、これは。まずこういう認識しか私たちはできないんです。だから彼とこれ二つに分けるんです。で、二つに分けて自分が肉体だと。こう分かったら、あ、自分がこれだと、はっきりするんですね。でも真実は有意識なんです。全部心、ただ心のみ。これが本当の私なんです。と言ってもとても分かりませんから、まずはガタピシの世界に私たちは生きていると。そしてこの自分というものはこの大きすぎないようにガをまず一定にさせると、まず私たちは自分といったらこの肉体であり所有物、物が全部私なんですね。物でもあんまりたくさん持たないこと、自分が管理できるぐらいの持ち物にすると。まず自分がわからないから私たちはガを作ったと。で、自分というものをまず安定させていくと。私たちはこれ無明といって、このまなしきあらやしきは分からないんです。でもこれを分からせるにはまずですね、我の教えといって、自分は分からないから仮に我というものを作って、私といったら肉体であり、今自分が思っている自分は本当の自分じゃないんだけども、一応本当の自分は分かりませんから仮に我を作って他に分けて、そしてこの自分というものをまずね、人から認めてもらう。私たちはこの人から認めてもらうことによって安心できるんです。これ仏教で承認、心理学で承認欲求と言いますけどね、まずこの認めてもらうことによって自分というものが安定して有意識というですね、本当の自分が理解できると。これがこのエドといってね、この私たちの住んでいる世界をガタピシの世界と言います。これが私たちはガとタに分けているからいろいろぶつかるんです。日本語のね、ガタが来るとか、ピシッピシッというのはですね、ここから来てますね。ガタガタすると言いますね。あれピシッピシッと障子がこのうまく動かないとか、ガタガタピシッピシッというのはこれです。世界を2つに分けて、そして、ね、ガがタを否定する。これから私たちは苦しむんです。仏教で自分の心の中にね、鬼と罪人がいると。鬼が罪人を責めてるんです。自分を賢い人間、他を愚か人として理解して否定する。世界を二つに分けただけならいいんだけども、ね、自分が自分を否定する。自分が他を否定する。ここらが罪悪が生まれて、苦しむようになると。だ、世界を二つに分けるんじゃなくて、真実は、有識であると。まあ、これを浄土と言います。浄土とは有識のことですね。世界を二つにね、
分けて差別しない。物事をあるがままに見える世界が有意識です。全部心の世界にある。このガタピシから有意識の世界へと導くのが実は仏教なんですけどね。でも今はまずは世界を2つに分けて理解する、まあ、自分が分からないから一応、ね、今の自分というものを大事にして、自分を責めない、人を責めない、自分というものをまずですね、しっかりこれ大きくしないように、小さすぎてもダメ。一応がと言ったらこれが自分だと思っているものをがと言います。今皆さんがこれが自分だと思っているのをがと言います。でもそれは本当の自分ではないと。本当の自分はまだですね、心が暗いためにわからない状態なんです。でも本当の自分がわかるまでにはやっぱりまずですね、安心感を得ていく。この功徳といってね、このしっかり人から認めてもらったり、この功徳を貯めていくことによってだんだんとこの有意識が理解されていくと、まあ、こういうふうに教えるんですけど、ちょっと難しいですね。すいません、はい、ありがとうございます。ちょっと休憩を入れたいと思います。はい、ありがとうございます。すいません、ちょっと